3日間にわたる新幹線の計画運休を振り返りました。過去経験したことのない激しい雨が数日間にわたって降るなど、難しい状況の中で計画運休を判断し実施すると、安全最優先の考え方で運行を行った結果でございまして、どうかご理解をお願いしたい。先月30日から名古屋と三島の間で3日間にわたり実施した計画運休について、JR 東海の丹羽社長は、天気予報が日々変わるなど難しい状況での判断だったと理解を求めました。また丹羽社長は、今回の大雨でこれまでにないデータが得られたとして、適切な運行判断ができるよう、検証や技術の開発の材料にしていきたいと話しました。